民泊ホストのゆきこです。今私はAirBnB と Mr.B&B の2つを使っております。以前のビデオでも、まあ述べた通り Booking.com とホームアウェイはやめました。このじゃあなぜまあ、Airbnb と Mr.B&B だけが残ったかというと、この Mr.B&B はその使い勝手が Airbnb と、まあ、大変よく似ているっていうことなんですね。まあ、使い勝手というとアプリの、まあアプリで予約をする方法とかで、まあ、支払いも、まあ、よく、まあ、やり方が似ているということで、まあ、Booking.com とかホームアウェイの時のような、まあ、大変な思いはしないだろうと思っております。で、まあ、実のところ Mr.B&B にリスティングを出してからかんこ取りが鳴いておりますという、まあ、なぜかというと、まあ、おそらく、まあ、うちが小学校の子供連れだからうちに来づらいのか、まあ、ちょっとそれは分かりませんけれども、まあ、一応2つにリスティングを出しておけば、まあ、その Airbnb で、まあ、例えば男性2人が来た時にまあこの家は Mr.B&B にも出してるんだなっていうのが、まあ、分かってくれれば、まあ、もともとMr.B&B が始まったきっかけっていうのが、まあ、旅行者、まあ、Airbnb の旅行者がホストから別々のベッド用意しなくていいの？とか一つのベッドで眠るの？とか、まあ、そういう質問をされたからっていうことらしいんですよね。で、まあ、ミスターっていうぐらいだから男性ばっかりしっかり使ってるのかなとか、まあアプリとか見ると男性モデルの写真ばっかりなんで、じゃあ女性は使っちゃいけないのかなとか思ったり、まあだけど実際女性まあ女性って言ってもその、まあ、ヘテロ、レズビアンバイセクシャル、まあまあ、女性が Mr.B&B 使った時に、まあ、ホストが、まあ、ゲイの男性だから、まあ安心っていう、まあ、そういう利点があるということを、まあ、インターネットで、まあ、見ました。でホストは、まあ、誰でもホストにはなれるんですね。で、まあ、実際ゲイの方だとプロフィールの写真のところにこの虹のマークがつくんですよね。なので、まあ、私の写真の横にはないんですよね。はい。で、まあ、よく DC とか、まあ、私も犬の散歩でよくワシントン DC に行くんですけども、よくこの虹色の旗が、まあ、プライドの旗がよくはためいてる家が、まあ、一軒家とかで多いんですよね。で、まあ、旗ですよね。私のこれはビーチタオルなんですけどね、ビーチタオルでもいいのかな。まあそんなことなので、ゆきこさんの家は小学生の子供がいるからとか、日本人は島国根性でこういうことに理解がないんじゃないかとか、あとまあ主人がまあ軍人だから理解がないんじゃないかとか、まあ、そう思わずに、まあまあ、私たち誰を、まあ、好きになるかとか愛するかっていうのは、まあまあ、自由だと思うんですよね。まあ私は自分自身のおかしな、自己紹介の中で私は見合い結婚の結果生まれた人間ですとか言ったりしたことがあって、まあ見合い結婚が絶対悪だとは思わないですけども、まあこの人を好きになりなさいとか、この人と結婚しなさいとか言われるの嫌ですよね。なんで、
私はまあ、理解をしてしたいとしてしています。あ、なんか理解してるとか言うと偉そうに言うなとか思われちゃうのかな。まあでもこのビデオを見てくださった方々、まあエアビーでもミスタービーでもどちらでもいいので、ぜひいらしてください。でこのビデオの後にちょこっとミスター BNB の使い勝手を、ちょっと交えたいと思います。はい、LGBT とか LGBTQIA、 これの、何を示すかって、まあ、書いてあるんですけども、あれ最後インターセックス&アライズ、なんかこの中に一度に大勢の人を愛する人、なんかそういうのもあったと思うんですけどね。こう定義付けとかいろいろあるでしょうから、これ画面を録画したらちょっと横になってしまいましたね。はい、これが私の、文です。はい、ゆきこで、やっぱり残念ながらって言っちゃ変ですけども、私はヘテロなので、この虹色マークがないんですよね。で、私のリスティング、ミディアム、強さっていうか、まあ、リスティングとしてのアピール力が真ん中辺だ、まあ、83%、まあ、100%、100点満点じゃないってことですよね。ディスクリプションもっと詳しくしろとか、あとリーガルのことで、民泊の、なんだっけ、免許じゃなくて、あれ、なんか市町村になんたらかんたらとか、そういう分、そういうことなんですよね。はい、だけど、まあ、なんかこういう届け出とかすると年会費とかすごいんじゃないかなとか思うので、まあ、いやいや今はやっておりません。はい、という感じで、はい、よろしくお願いします。失礼しました。